時間となりました。ただいまより東京ヤクルトスワローズ参加者デー2022閉会式を行います。はじめに本日の全てのアトラクションで最も輝いた選手に贈られます MVP の発表です。それでは MVP の発表をスワクロお願いします。さあどうか、僕自身も野球の勉強をして、来シーズンに備えたいと思っております。そして、今日は、こうして、皆さんにユニフォーム姿をお披露目するのは、本日が最後です。しっかり目に焼き付けてですね、来年これから、寒い冬が待ってますけれども、来年春になりましたらまたこの神宮球場でお会いしましょう。来年も素晴らしいシーズンにすることをお約束します。最後に、いつもは1回の裏ファンファーレで、切り込み隊長として切り込んでくれていますけども、今日は、酒井選手がぜひ最後に締めてくれるということなので、一言酒井選手にお願いしたいと思います。どうも、はじめまして、新入団の酒井宏樹です。高津監督は、ユニフォームを見るのが、最後と言いましたが、僕は今日7時から、高津で試合があります。皆さん、気を抜かないでください。
今日の7時から僕は戦います。本日はお集まりいただき本当にありがとうございます。今日のサッカーの試合、日本国民全員で応援しましょう。今日そして僕を応援してください。ありがとうございました。すいません、胸お前謝罪したのかよ。ちょっと来なさい。謝罪します。本当にすいませんでした。すごく反省します。明日から毎朝7時に起きて、ラジオ体操を踊りたいと思います。ありがとうございました。罰金3億円ということで、皆さんはどうかお体に気をつけ、お気をつけになってください。そしてまた元気で、来年会いましょう。お1年間ありがとうございました。Thank you.